はい、こんばん、2月の16日10時41分です。はい、いつもの通り、デロリアンです。104、105で106、今週の106はまた、来週、まとめて2巻続けてやりたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。104からね、一応もう、作っちゃったんで、ここですね、こことあと光ファイバーね、ケーブルを、通してつけております。こちらもね、光ファイバーね、ファイバーケーブルがね、動くんで、接着剤で止めております。このクランプのとこね、みんなちょっと止めております。はい、では、冊子紹介からいきます。まあ、こんな感じで、つけてこれだけです。トゥームストーンの町ということですね。鉱山。当時の町並みってことですかね。襲撃された。今の曲はね、セイバーのね、ベストかな、小安が歌ってる千日手っていう、なんかちょっと変なやつ、あんまり好きじゃないんで飛ばします。次ね、もっと危ないデカのバックナイトです。もしもしお留守ですかってとこですね、これコン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 ってなるの。じいちゃんとか言ってるの、ああやべえって感じだな。ビフのビル？ビフタワーけ？サマーキッズ。はい、では105。全く、左と同じです。それの逆バージョンです。で、OK 牧場の血統。OK 牧場ってもね、あれじゃないですよ。なんだっけ。名前が出てこん。まあいいや。墓？ビートヒル墓地。インダストリアルライト&マジック社。二役ですね、ビフの人。自分との会話ってなんか変な感じですね。雷が直撃です。で、アルミ箔みたいに引き裂けてしまうと。めっちゃ明るい、飛んでるような。106、今来てますね。106が、こちらのパーツになります。下ですね。
今度はあの左右のね、柵をつけた左右の、光ファイバーケーブルを、止めるところですね。で下からも左右、LED、つけることになります。でもこれどっから電源取るんよ。え、コードあったっけ。あ、配線見つけた。こいつですね。23番かな。なんかピント合わんな。こいつと、こいつが右で左がここですね。やっとピント合った。こいつです。こいつに、先ほどでしたあの、106巻の取り付ける電源になりますね。はい。では、今日の動画は以上です。とりあえずね、明日、日曜日、朝ね、ちょっと選挙、市議会選挙あるんで、それの投票日。とあと例の、トランクのね、フラッシュビームこれつけていきたいと思います。これとあと、フロントグリルね、全面蛍光灯1個消えてるんで、それもまとめてやってしまおうかなって今考えております。で本もねちょっと入れなきゃいけないんですけどね、本当は車洗ってからやりたいのはもろもろなんですけども。やることだらけ。あとね、先ほど、ヤフーオークションで落としました。出品者にね、早期終了していただいて、非常に助かりました。していただきましてね、物はというとね、無線機の、アンテナになります。今はね、ダイバーシティアンテナをつけてる覆面は非常に少ないです。ですが今、現役で、警護車ね、SP が乗ってる警護車、レクサスとかね、セルシオとか、あれについてる、パナソニックの、TY-CA、CA やったっけ ?CA-TY やったかな、の 39DA っていうね、レアなね、無線アンテナダイバーシティを、ようやく落とすことができました。安くて、1万円でそれも送料はねあの着払いなんであれなんですけども、出品者に何とかお願いして、早期終了していただきました。ありがとうございました。それね、まあ明日の発送準備かかるということなんで、とりあえずね、届いて、まあ来週には届きますね。で、一応まあ23日、ちょっと前、歯医者行ってきて、まあその昼からでも、その翌日の日曜日でもね、23か24で、取り付けようかなと思っておりますが、今ついてるね、ユピテルのやつも取らないといけないんで、まあ、ちょっと綺麗に撮れるかちょっとどうか分かりませんけどね。ユピテルのやつ両面テープ上面だけつけて、真ん中はあれです、あれをつけてます、なんだっけあれ、キャリアのねあの傷防止テープ透明なやつ、あれを真ん中につけておるんで、実質上下少しだけ、3M の両面テープがついておりますので、そこを外してなんとかやっていきたいと思います。左右これうまいこと綺麗に取れんと、ちょっとね次つけた時にボコボコになっちゃうんでね、高さが合わなかったりとか、それをなんとか
まあパナソニックはね、その警護者仕様の、無線アンテナはまたおいおい取り付けたらまた動画上げますんで、また見てください。以上、近況報告でした。できたらね、明日すべて、ちょっとやっていきたいと思いますが、ホームとね、フラッシュビンと全面強固と、全面強固とじゃない、トランクのねフラッシュビームなんとか純正っぽく見せるために、エーモンの以前使ったね、あのユーロアンテナの配線入れるときに使った3倍のコルゲートチューブがまだ残ってるんでね、それをなん、中に通して純正っぽくしていきたいかなと思っております。そして、結束バンドで止めて、それで終わりかな。まあ、ラケチューブの、ランプからプラスマイナス電源いただいてね、そこで、光らせるようにしたいと思います。まあ、トランク閉めれば消えるんでね、開ければつくという仕組みです。はい、以上明日やることの、緊急報告。もしかするとちょっと時間的にちょっとできないかなって出てくるかもしれません。ちょっと本がねちょっと手間くんでね、ジャッキアップしながらしてやった方がいいかな。本当は車洗った後にやりたいですよね。天気が悪くてね、洗いたくても洗えないという。最近ね、あの雪ちょっと降らないんですけど、もう目っぽ寒くて、朝もね、夜も、まあ、夜は 洗いませんけどね、朝なんか目っぽ寒くて車と洗うとこじゃないんですね、休みでも。では以上、ご視聴ありがとうございました。